浜松市広報アワー。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー、なんと今回でこの浜松なるほどアカデミーも5年目を迎えます。すごい。ということでモンド先生、はい、記念すべき5年目最初のテーマは何でしょうか。はい、5年目最初のテーマは浜松城を調査していきます。浜松城はみんな知ってるぞ。みんな知ってる、ね、いや家康公がね、はい、若い頃を過ごされた出世城ですよ、うん、その通りでございます。でこの授業でも何回も取り上げたと思うんですけど、はい、何回も取り上げてますね。今浜松城、はい、そうなんですね、はい、というのも実はこの浜松城今年1月にリニューアルオープンしておりまして、はい、このリニューアルした浜松城を学園長にも知っていただきたいと思い今回調査する運びとなりました。はい、リニューアル知ってますよ、うん、知ってますけれども、うん、実はまだ行けてなくて、まだ行けてない？そう、詳しく知りたいんですよ。知りたいですよね、うん、もうね今回このリニューアルした浜松城、うん、隅から隅まで調査していくんですが、はい、その中でなんとまだあまり知られていない浜松城の秘話があることも分かったんです。秘話？はい、これまでの授業でも取り上げられていない秘話。そうなんです。おー、なんだろう、気になるでしょう。気になる。これを知れば皆さんも浜松城の見方が変わるかもしれない。見方が変わるかもしれない、なんでしょうね。なんでしょうか。さあというわけで今回は浜松城天守閣リニューアル、浜松城にまつわる秘話、これをテーマにお届けしていきます。浜松なるほどアカデミー、今回のテーマは浜松城天守閣リニューアル。浜松城にまつわる秘話とは、今年リニューアルした浜松城を大調査。天守閣にまつわる秘話があるんだって。モンド先生が知られざる浜松城の秘密に迫ります。起立礼着席、浜松なるほど。今回の時間割はこちら、盛りだくさんの内容でお送りしますよ。まずは1時間目。さあ浜松城をテーマにお送りする今回の浜松なるほどアカデミー、ゲストをお迎えしています。浜松市公園管理事務所の所長浜田照秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが今年1月に浜松城リニューアルオープンということで、どのような点がリニューアルされたのか教えてください。はい、天守閣の、室内展示をですね、最新技術や、映像、近年の発見研究内容を取り入れた、内容としてリニューアルをしたものでございます。各界には情熱、情勢、情景といったテーマが設定されており、家康公の人、城、町といった様々な視点で浜松の城を知ることができる展示となっているものでございます。で他にも何か今回発見といったものがあったんですか？まだ実は知られてない浜松の歴史や秘話というものが、うん、まだまだございますので、近現代の歴史に関する展示も追加しながらご紹介しているところでございます、ね、今の秘話、はい、これですよ。これですよ。これをものすごく知りたいんです、私は。学園長、そこは焦らないでいただきたいと思います。その謎はしっかり僕はね、責任を持って解き明かしていこうと思いますので。本当ですか？お願いしますよ。、はい、というわけで早速このリニューアルした浜松城、浜田さんに案内していただきました。こちらご覧ください。どうぞ。浜松城天守閣の秘密に迫るべく早速調査開始です。泣かぬならみんなで言おう、ほうほけきょ。さあ浜田さん、はい、おなじみ浜松城天守閣やってまいりましたけども、はい、ここに秘密、はい、秘話があるんですか？後ほど見ていただきますけども、はい、この石垣の大きさ、建物の大きさ、この全体をよく見ていただいてですね、はい、ここの、不思議なものが後ほどご確認いただけると思いますので。大きさに秘密がある。はい、ちょっと今の段階じゃ分かりませんけども、じゃあ中入っていきましょうか。どうぞ、はい、よろしくお願いします。若き家康の城、浜松城。さあ入っていきましょう。それでは1階からご案内します。はい、わあ、1階もちょっとこうブラック基調にしておしゃれになりましたね。そうですね。1階についてはまず家康公の人物像を紹介するというのを大きなテーマとしてございます、うん、はいはいはい、この人物像というのはどういったこう流れで紹介をしているんですか？特にここでご紹介しているように、三方ヶ原の戦い、武田勢との戦いの中で、うん、家康公はこう熱き思いを、うん、胸にですね、大きな、軍勢と戦ったと、はい、言ったところをご紹介している、ところでございます。なるほど。この家康のね、はい、
像も今までもちろんありましたけども、また見せ方がこうダイナミックになって、よりこう家康子のね、この三方ヶ原の戦いの勇ましい感じが伝わってきますね。今映像にあった通り、家康子の名言、我もし浜松をさらば刀を踏み降りて武士を敬うべしという、まあこの力強い言葉から浜松城は絶対にこう守り抜きたいっていう家康子の強い意志を感じますね。そうですね、何かこう徳川家康公というとおっとりしてる、こう天下取った後のイメージがありますけども、やはり若かりしき頃はこういった強い意志を持ったんですね。そうなんですね。この像と同じようにですね、やっぱ熱き思いを持ってこう戦いに行くぞと、家臣と共にといったところをですね、いう家康をここでは、ご紹介しているというものでございます。なるほど。いや、この展示から若き頃と、そして天下統一後の徳川家康、違った徳川家康を見るっていうのは面白いですね。そうですね。はい、それでは次に、お2階の方をご案内させていただきます。2階も楽しみです。どうぞこちら。はい、おお、また2階ちょっと雰囲気変わりますね。はい、さあ浜田さん、こちらは一体何でしょうか。こちらのジローラーメンにつきましては、浜松城の前身である引間城、それで現在の浜松城、それで現在に至るまでのこう移り変わりをプロジェクションマッピングを用いて、皆さんにご紹介しているコーナーでございます。ほう、こうやって見ると浜松城はやっぱ昔はかなり広かったんですね。そうなんですね。で現在戦前についてはいろんなこう戦いがあった、で戦の象徴であったお城が、現在では市民に行くの場となる公園、動物園だとかロープウェイが設置されてた時代へと移り変わるといったところまでを紹介して。これ浜松城って浜松城公園って昔動物園とかロープウェイもあったんですか。あったんです。昭和の時代には動物園とかがあって、で皆さんがこう遊びに来る、本当にあの拠点になってた時代があったんです。はあ、その現代までの移り変わりも見ることができるということなんですね。はい、いやー、なんか僕自身浜松城も何回も来てましたから、浜松城のことを知ってるつもりでいたんですけども、まだまだ知らないことをこうやって見ると分かりますね。そうですね。へえ、浜田さん、こうやって見てるとジオラマの浜松城のところに天守閣ないですよ。そうですね。これなんでないんですか。よくお気づきになりました。この辺が先ほど外で見ていただいた時の、あの謎の多い浜松城ともつながってくる。この天守閣がないのが浜松城の秘話と関係があると。その一つになってございます。その辺の話については地下にあのご案内がございますので。地下行ってみましょう。わかりました、地下行きます。どうぞ。はい、ジオラマに天守閣がないことと関係があるってどういうこと？地下へ行ってみましょう。おお、地下ですね。こちらをご覧ください。はい。お？想定される安土桃山時代の天守、現在復興天守閣、これどういうことですか？こちらはですね、先ほど外でもご覧いただいたように、この石垣の大きさ、で現在の浜松城をご紹介しています。で石垣の大きさと天守の大きさの違いがここでご覧いただけると思うんですけども、昔の浜松城というのは石垣から想定するとこの 1.5 倍ぐらいの大きさがあったんではなかろうかと。 1.5 倍も大きさが違ってたんじゃないかということですか。ということをご紹介しています。へえ、そうなんですね。そうなんです。それは知らなかった。ちなみに先ほど見たジオラマにこの天守閣がなかったのって何か関係があるんですか。実はですね、こちらにも記載ご案内がありますけども、天守に続いての記録がないというのが浜松城の秘話につながっているところでございます。天守閣の記録がないんですか。はい、そうなんだ。でしかしながらその今現在も行っておりますけど、この周辺で発掘調査をやってるんですが、その中でシャチガワラであるとか、いろんなこうあの記録が発見されてる状況から、あのこれだけの天守があったであろう、その可能性は高いであろうということで秘話としてご案内をしてるというところでございます。そして今現在の浜松城というのは、その後市民の方々から寄付をいただいてこう復元に至った。ただしかしながら、まあ現在の大きさまでこう至らなかったということから、石垣と浜松城が今少し大きさが違うという形になっているのが現在の状態です。だから大きさの違いがあって。そういうことなんです。でも
予想だと安土桃山時代は今よりも 1.5 倍の大きさだったんじゃないかと。はい、それが浜松城の秘話ということですね。そういうことなんです。これは知らなかった。浜田さん、はい、ずっと気になってたんですけども、ええ、この井戸ですか、これは。はい、こちらの井戸でございます。これは何？ここはですね、この復興天守を作るときに発見された唯一400年前から残ってた井戸ということで、はい、ご紹介しているものがございます。これじゃ使われてた、あの当時その浜松城があった頃に、はい、まあ、生活用水であったりいろんな形の中で使われてた井戸がであるものと考えられます。じゃあこの天守の復興がなければもしかしたらもう見つかってない可能性も。その可能性は非常に高いです。あったんですか。でそれも一つの記録、あの秘話になってるんですけ ど、 なるほど。ここが埋まった経緯といったものも一切記録がないということから、はい、あの秘話でご紹介をさせていただいて。まだまだ秘話がありますね。そうですね。浜松城にこんな秘密があったんだ。そしてやっぱり展望台は気になります。見に行っちゃいましょう。うわー、浜田さん、はい、ちょっとまず天井。こちらではあの浜松城歴代城主の家紋を。あ、はい、なるほど。いやまず登ってきて早速、ええ、やはりこの三つ葉葵の、そうですね、ね、家紋、はい、で歴代城主の家紋なんですね。この歴代城主の家紋をご案内させていただくとともに、ここに来られた皆様方が、はい、あの歴代城主が見たであろう城下町をここでご案内すると。なるほど。そういう仕上げになってます。そういうことですね、はい、歴代城主たちはこの変わってきた各時代の浜松を見てきたという、そういうことです、ね、わけですもんね。はい、はあ、そうなってるんだ。はい、ずっとですから、はい、景色を見ましょうか。いやー、やっぱりいい眺めですね、ここは。そうですね。こちらはあの北三方原大地、はい、でこちらを見るとですね、今日は見えませんけど富士山が見えたりと、あのいろんなあの浜松の城下を見下ろせるというご案内になっているところでございます。あの先ほどお話の中に、はい、この天守閣は浜松市民の皆さんの寄付によって作られたっていうね、お話ありましたけども、はい、もしかしたらもうちょっと大きかったかもしれないこの天守閣、でもやっぱりこの天守閣を作って、この眺めを作ろうっていうこの市民の皆さんの熱い思いが今こう作ってるってことですよね。そういうことですね。眺めもよりこう美しく見えますね。はい、そうですね。いやー、リニューアルした浜松城、はい、あの映像やプロジェクションマッピングもすごいですけども、ね、今日教えていただいた秘話や、はい、こう市民の思い、ね、そしてこの近代の浜松城を知ることもできるのもとっても楽しいですね。そうですね、うん、こう世代を超えて、こうずっと浜松をね、見ることができるっていうのもいいですね。そうですね。お年寄りの方からお子様まで、まあ、公園とともにここはあの作られておりますので、はい、あのいろんな方に楽しんでいただければと思っております。はい、さあいかがでしたでしょうか、学園長。いや、あの浜松城の天守閣の秘話すごくびっくりしました。うん、浜田さん、今の 1.5 倍ってかなり大きいですよね。そうですね。あの、うん、現在の天守閣が高さ37メートルぐらいと言われております。うん、したがって55メートルぐらいあったんではないかと思われます。うん、55メートル、はい、ね、今とはまた全然違う景色が見えていたのかもしれないですよね。あと浜松城公園、動物園とかロープウェイがあったっていうのはすごくびっくりしました。そうなんですね。あの現在の浜松城は非常にあのいろんな、形で様変わりしているところですけども、当時1970年頃は観光名所としてですね、あのいろいろな機能が充実してた、公園でございました。その動物園を作ったりロープウェイがあったりとかね、そして市民の寄付でこの天守閣を復元したりと、まさにこの浜松の人のやってみようというやらないか精神がこれ現れてますよね、学園長。いや本当ですよね。でもね、今回浜松城の新たな一面を見られて、うん、ますます興味が湧いちゃいました。浜田さん、本当に今度のお休み行かなければですよね。ぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、またあの2023年にはですね、大河ドラマどうする家康が決まったところでございます。あの今後ますます浜松城がですね、注目されるものと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まだまだ謎大きい浜松城、ぜひ皆さんも今後も注目していただきたいと思います。浜田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、桃乃ちゃん、今回の授業もしっかり学んでくれたかな。ではまとめを作ってもらいましょう。わかりました、モンド先生、しっかりまとめていきます。桃乃のまとめ。
6月1日晴れ。今日モンド先生は浜松城天守閣について授業をしました。浜松城の天守閣には秘密がいっぱい。昔は動物園やロープウェイもあったんだって。今度おじいちゃんおばあちゃんに聞いてみよっと。桑原ももな。ももなちゃん、しっかり学ぶことができましたね。花丸です。それでは次の授業もお楽しみに。浜松なるほどアカデミー。さあ授業はまだまだ続きます。学園長2時間目は続いては教えて浜松市長です。今回は始めよう浜ライフをテーマにお話を伺っています。こんにちは、片川のり子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。市長、ここ数年ですね、地方への移住ということがクローズアップされてまして、この浜松市も、他の都市から浜松市への移住支援を非常に力を入れているということなんですが、これはどういった背景があるんでしょうか。はい、まあ、今のお話あったようにですね、ここ最近はですね、はい、地方へのこの移住というのはですね、一つのブームというか、そういう流れがありまして、特に去年からですね、新型コロナウイルスのこの感染拡大によって、密な首都圏からですね、地方都市へこう移住をしようというですね、そういう動きが加速をしてるんですね。で、もともとですね、この移住というと、60歳超えてね、もう会社も引退して定年してからという、セカンドライフをどこで過ごそうかって、そういうのが多かったんですけども、最近はね、若い人のですね、移住希望が増えてるんですね。平成29年にですね、浜松移住センターっていうのを作りましてね、そういう移住希望の人を積極的に受け入れていこうという取り組みを始めました。で、開設当初はですね、650件ぐらい、相談件数がですね、令和2年にはですね、1000件を超えましてですね、こうどんどん数が増えてるんですね。で、特にこの、コロナ以降はですね、おそらくこのウィズコロナ、アフターコロナの時代っていうのはですね、もっともっとそうした、移住希望者というのが増えてくると思いますので、外からそういう人たちを受け入れるというのは非常にこれ大事な取り組みになりますので、一層私たちもですね、移住支援というのに力を入れていきたいというふうに思っております。そうですね、新型コロナウイルスの影響でこう通勤とか通学という概念も随分変わってきましたよね。最近はですね、地方都市に住んでいながらですね、日常的にはリモートで仕事をして、必要な時にですね、首都圏行くっていう、そういうライフスタイルもこれから出てくると思うんですね。そうですね、こう自分らしい働き方とか、こう生き方、その選択肢の一つになってますよね。全国にたくさんある都市の中から、この浜松に移住したいと思ってもらえるような、その魅力たくさんあると思うんですけれども、市長からいくつか教えていただけますか。まずはですね、浜松は国土縮図型都市と言われるように、この伊豆半島よりもですね、この大きな地域の中にですね、あらゆる自然がですね、包含されているんですね。市内のですね、中心部からですね、30分圏内に太平洋、あるいは浜名湖、天竜川といったですね、豊かな自然がですね、本当に近接してありますし、山間部にもですね、1時間程度で行けますので、本当サーフィンでありますとか、ビーチバレーなどですね、ビーチマリンスポーツ、あるいはまた渓流釣りやキャンプのような中山間地域で行うようなアウトドアレジャーもですね、気軽に楽しめるんですね。また気候が非常に温暖で、日照時間が長く、食材にも恵まれておりますし、また世界的企業はですね、たくさん立地をしている、産業都市でありますから、雇用環境もですね、充実してますので、本当にですね、豊かな生活をですね、送ることができる町だというふうに言えるんですね。浜松へですね、移住をすれば便利な都市の暮らしもですね、自然豊かな暮らしの両方ともですね、これ手に入れることができるということですし、都心ですね、駅の周辺に住みながら、週末はですね、中山間地域で自然を満喫するようなですね、二拠点居住っていうのも可能になってくるんですね。その人に合ったですね、ライフスタイルを選択できる、そういう町だというふうに言います。こうした都市はですね、浜松以外ですね、日本中探してもですね、どこにもないというのがですね、私たちのこの自慢なんですね。浜松に住んでみたいという要素がたくさんありました。それでは浜松に移住される方にはどのような支援があるんでしょうか。具体的にこの特徴があれば教えていただけますか。まずはですね、いろいろこう情報発信しなければいけませんので、
はじめよう浜ライフというですね、情報発信のですね、はい、ホームページを作ってまして、はい、まあ、そこからいろんなですね、この情報をですね、発信をしているんですね。先ほど言った浜松は都市部も中山間地域もありますので、まあ、そうした地域特性に習熟をしたですね、移住コーディネーターという人たちを配置してまして、はい、ワンストップでですね、移住の相談に乗っているということもございます。はい、また商工会議所と一緒にですね、連携してですね、まあ、就業のサポートでありますとか、移住就業支援金といったですね、はい、補助制度、あるいはまた住宅取得に対してもですね、はい、補助金などのですね、まあ、そうした支援金制度もですね、充実をさせているんですね。はい、特に浜松の中山間地域が広大な中山間地域がありますので、うん、まあ、そうしたところへのですね、移住というのは積極的に支援をしているんですね。はい、中山間地域へ移住をしようという人たちのためのですね、ウェルカム集落制度なんていうのがあるんですけども、もう今まで40人以上ですね、はい、受け入れをしてますけども、まあ、そうした制度でありますとか、あるいは、まあ、中山間地域で起業をしようという人たちに、うん、まあ、起業資金をですね、貸し付ける制度でありますとか、あるいは空き家をですね、提供した、はい、くれた人にはですね、報奨金を出すとかですね、はい、まあ、浜松ならではの地域特性に合わせたですね、私たちはいろんなメニューを今提供しているというところでございます。はい、はじめよう浜ライフのサイト私も拝見したんですけども、はい、先輩でもうすでに移住されている方のね、ご意見なども書いてあって分かりやすかったですしね。はい、あと私も浜松で子供が学校でお世話になってたんですけど、皆さんねすごく親切だなっていう、はい、すごく元気があるし、お世話好きな方が浜松の方多いなっていうふうに思いましたので、あとはそういった行政の支援があればね、はい、もうきっと皆さん不安が払拭されるんじゃないかなと思います。はい、市長のイチオシ。さあ、ここからは市長に浜松の旬な話題を語っていただきます。市長のイチオシをお送りします。市長よろしくお願いします。はい、それでは市長、今回のイチオシは何でしょうか。はい、今回のイチオシはこちらです。ということで市長のイチオシはもうこれですね。今回、はい、これ漫画ですね。モーニング、これ講談社のね、はいはい、人気漫画雑誌ですけども、ここにこう焼いてる2人ってあるでしょ。あ、はい、これがタイトル。これ、はい、これその単行本もう2冊出てるんですけどね、これ実はね、はい、まさに浜松を PR してくれる漫画なんです、ね。浜松が舞台なんですか。もう全部浜松というのは、このね、はい、モーニングの市村さんという副編集長、この方の知り合いがですね、浜松に U ターンされてきて、でその人に会いにですね、市村さんがたびたび浜松に来られて、はい、すっかり浜松にですね、見せられちゃって、ああそう、で浜松を舞台にして漫画作るってことで、花塚しおりさんという漫画家の方と一緒に、作ったのがこの漫画なんですね。へ、だからこれも舞台が全部浜松で、これ主人公の2人なんですね。はい、はい、カップルですか。新婚さんなんですね。新婚さん、はい、はい、でご主人が浜松で単身赴任、奥さんは東京で、週末婚で、奥さんが週末浜松に来られるということで、ね、もう常にそこでその浜松を舞台に、毎回話が展開されると。ああ、週末に帰った時になんかこうお肉とか焼いてるんですね。そうそう、これバーベキューやってるね。バーベキューやってる、はい、本当に浜松を売り出すための漫画みたいなこれ我々にとって本当にもうモーニングの表紙飾ってますもんね。もうそうなんです。だからこれ過去に今人気漫画なんですね。これだから これ今2巻ですけど、はい、これ5巻目ぐらいになるとね、おそらく映画化とかね、ドラマ化の話になる。そうなんですか。そうそう、これねぜひ皆さんも、ね、2人、はい、読んでいただきたいと思いますしね、もうこれがヒットしたらね、うん、まあ、浜松もう全国にブワッとまた聖地としてまた集まるかもしれないですね。そうなんですよね。はい、はい、私もぜひ見てみたいと思います。はい、以上市長のイチオシのコーナーでした。それでは本日もお時間が迫ってまいりました。はい、浜松市長鈴木康友市長から市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、2020年にはですね、ついに静岡県がですね、移住希望地ですね、日本一になったんですね。まあ、その静岡県の中でもですね、この浜松というのは特に、私が言うのもなんですけども、まあ、大変住みやすいですね、まあ、素晴らしい、地域だと思ってます。2018年の政令市全体のですね、都市の幸福度ランキングですね、
浜松は総合1位になりましたし、まあ、2020年度残念ながらまず埼玉市にちょっと抜かれましたけれども、まあ、総合2位ですし、まあ、常にこう1位2位のですね高いレベルを保っておりまして、まあ、それだけ浜松はトータルにですね、住みやすい街だという証ではないかというふうに思ってます。で特にあの移住者の皆さんのですね懸念材料というのは何かというとですね、一番はですねその移住した先でですね、しっかりそのコミュニティに溶け込んでいけるかというところがですね非常に気になるところだということでありますけれども、まあ、あの市民の皆さんもご存知の通り浜松というのはですね外から来た人をですね実にあの心よく受け入れるですね、まあ、開放的な風土がありまして、まあ、そうしたことをですね、たくさんの人たちが外から浜松に入ってきていただいてますし、あるいはあの転勤できた方もですね本当にすぐに地域に溶け込めたということで高く評価をいただいています。ですから、まあ、移住される方にとってはですね、まあ本当に安心して来ていただける街だと思いますし、何よりも首都圏に近い東京と大阪の中間でありますから、何かあればすぐにですね首都圏に行けるというこの地の利もですね浜松の魅力ではないかというふうに思います。まあ、このようにですね移住先として大変魅力的な浜松ですね、ぜひ、多くの皆さんに来ていただきたいと、まあ、これからもしっかりですね、移住支援に取り組んでいきたいというふうに思っております。移住する方もあの受け入れる方も幸せを感じられるような、はい、そんな移住支援にこれからも期待しています。はい、市長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。市長からのメッセージ皆さんにも届きましたか？モンド先生続いて3時間目ははい懐かしの市政映画、今回は1987年の市政ハイライトです。浜松駅周辺が大きく変わってきました。十二街区の再開発ビル、ホテル棟、ビジネス棟も4月に完成。駅ビルと百貨店の完成も楽しみです。また駅東街区の用地買収も進んでいます。6月にはアクアモールが開通し、魅力ある歩行者空間が生まれました。一方、バスターミナルの西側には青空の見える地下広場の建設も始まっています。中心市街地では無電柱化工事が竹縄、もうしばらくご迷惑をおかけします。でも電柱のある通りとの差は歴然。主な道路から電柱が消え、すっきりした街並みになるのももうすぐです。7月1日、2人の方に名誉市民の称号が贈られました。高柳健次郎氏は日本で初めてのテレビ実験の成功により、平山白蔵氏は5期20年にわたる市長としての業績によります。式典の後、記者会見ではそれぞれの喜びと思い出を語ってくれました。宮古田テクノポリス開発区の遺跡発掘調査中に完全な姿の銅鐸が発見されました。埋められたままの状態で見つかったのは全国でも4例目という珍しさ。古代を知る重要な資料になります。今回の浜松なるほどアカデミーいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。バイバイ。